ファンの方がどう思うかとか、メンバー同士どう思うかとか、グループに対して個人に対してどう思うかとか、いろんなヒントを言葉でくれたので、すっげえいい機会だったなと思うし、ああいう友達に恥じない生き方をしていきたいなと思うので、すごく大きな一歩を踏み出せるひとときになったなと思いました。僕たちの経験した、まあ、事務所のオーディション、そこを通過していくことがタイムレスのメンバーになる説得力を持てるのかなと。僕らは候補生に対してこの事務所の伝統文化文化、まあ、礼儀もそうですね、プロになる上で必要なことを僕らは教えてる。みんなの意見を聞いてたら間に合わない、一番自分下手くそって分かってるのに全部ゼロって覚えられなくて、100を超えないとこれから意味ないと思うから、もっとできると思ってる。みんなパフォーマンス本当にぬるい。俺はこれが目指したかったというか、本気でやりたい。俺はもう人生かけて感情的に感情でもいいのかな、サブのかったな、すごく素敵でした。プロジェクト立ち上げてよかったな。